はい、皆さんこんにちは、マナルグルビジです。では今回はギレンの予防ワークシューズの行為部位ウーゴブレックス編、続きをプレイしていきたいと思います。アクシズが地球圏に帰還してですね、勢力が一つ加わったという三つどもえの戦いになりそうな状況だったんですが、一旦アクシズとは同盟を結んでいます。なのでまずは地上におけるティタンズの残された最後の拠点ベルファスト、ここの攻略を最初に行っていきたいと思います。では時間を進めていきます。クワトロバジーナが帰還したとの報告が入りました。回線を回します。ただいま帰還しました。ご苦労だった。素晴らしい演説だったよ。道化を演じてしまいました。何を言うんだ。君のおかげで我々の士気は大いに上がっている。お恥ずかしい限りです。しかしこれから君をどう呼べばよいのだね。クワトロ、いやシャア・アズナブ。私はまだクワトロ・バジーナとして活動するつもりです。できれば君には戦場以外の場所で活躍してもらいたかったのだが。いずれそのような時も来るでしょう。ですが今はティターンズの打倒を優先させるべきではないでしょうか。確かに戦いの流れは我々にある。今は一気にティターンズを叩くべきかもしれん。君には引き続き前線に立ってもらうことにしよう。ありがとうございます。緊急事態です。クワトロバジーナが行方不明になりました。彼の身に何か問題が起きたのでしょうか。この会話の後すぐにクワトロが行方不明っていうのも、クワトロ、つまりシャアの真意が不明ですね。残念だが、もはや我々の前に姿を現すことはあるまい。これからはクワトロ抜きでの戦いになりそうですね。我々のティタンズ基地への進行に合わせてアクシズは旧ジオン領への進行を開始するとのことです。報告します。アクシズとの同盟協定によりティターンズの宇宙基地ルナ2への進行が可能になりました。ルナ2攻略作戦を提案します。ルナ2攻略作戦が来ましたね。月都市より我が軍に対しジャブロー攻略作戦、これも完遂してますし、残っている地上の拠点はティターンズが持っているのはもうベルファストだけなので、先ほど話したベルファストの攻略とですね、宇宙基地ルナ2の攻略、これ同時に行っていきましょう。早速ベルファストの攻略作戦とルナ2の攻略作戦発動します。我々はこれよりベルファスト攻略作戦を発動する。目標はヨーロッパベルファスト基地である。諸君らの健闘に期待する。我々はこれよりルナ2攻略作戦を開始する。ルナ2はティターンズの本拠地ブリプス2を守る最後の砦である。ティターンズ打倒のためあと少し力を貸してもらいたい。諸君らの健闘に期待する。クワトロ離脱というのはありますけど、実質クワトロはプレイアブルキャラクターとしてほとんど使っていなかったので、痛手はほとんどないかなと思います。では早速ルナ2に部隊を送り込んでいきましょう。部隊数10しかいないですね。これだったら押し込めるかなって感じがしますね。行きましょう。ルナ2の攻略戦始まりました。攻撃隊送っていきます。ここにはゼータの雄なんかを投入しているので、確実に、短いターン少ないターンで攻略していきたいと思っています。アーガマのブレックスも出てますね。これでルナ2の制圧完了です。我が軍は敵特別エリアの制圧に成功しました。報告します。カラバのメンバーが我々への合流を申し出ています。配属先をご検討ください。カラバのメンバーっていうと、もちろんハヤと、あとアムロなんかにも期待したいですよね。それにカツなんかも加わってくれるかもしれないですね。決戦が行われた宇宙要塞ア・バオア・クーはティタンズの拠点ゼダンの門と呼ばれていた。アクシズの指導者ハマン・カンは小惑星アクシズの核パルスエンジンを始動させゼダンの門に向かわせ、そして巨大な隕石同士の衝突は
ゼダンの門を崩壊させ、ティタンズは宇宙における拠点を失った。アクシズとの衝突によりアバオア空は完全に崩壊しました。アクシズはアバオア空攻略と同時に旧ジオン公国領への侵攻を開始しました。これはある意味約束通りですよね。旧ジオン公国領の制圧を完了しました。旧ジオン公国が領有していた中域の領有を認めるというのが同盟の条件でしたからね。技術士官の中から部隊に配属可能なものを選抜しました。配属先をご検討ください。やっぱりアムロが入ってくれてましたね。これアムロが入ってくれたの大きいな。で、あとはミリーチルダーが新しく配属可能になってますね。ハヤトもどうだろう。ここは本当に今現時点で戦艦とかないので、モビルスーツに乗って戦ってもらいましょうか。ではルナ2に攻め込みましたが、ベルファストにも攻め込みます。敵はマラサイが中心のように見えますね。で、こちらはヘンケンさんのパワードジム隊と、あとはアルビオンの百式、ロベルトが乗ってます。さらにアダムもメタスでまだ頑張ってくれてますので、このあたりをうまく使っていきましょう。まあ、ここもロベルトがいるとはいえ、数では少し不利になっているベルファストなので、まあ、味方のユニットが撃破されないように少し慎重に進めていきたいと思います。で、補充したりするコストを抑えた分ですね、開発に費用を回していきたいかなというふうに思っています。はい、地上最後のティタンズの拠点ベルファストの攻略も完了しました。アクシズが旧ジオン公国領を制圧したことでティタンズの戦力は大幅に低下しています。ようやくグリフス2の攻略、これの提案が来ましたね。ティタンズの息の根を止めていきましょう。はい、ではですね、今回はここまでにさせていただいて、次回は、グリプス2へと攻め込んでいきたいと思います。で、現状ですね、開発レベルがあまり思わしくないところありますので、グリプス2の攻略並行しつつですね、研究予算の投入、これをしっかり行っていきたいと思います。では次回その模様をお届けしていきたいと思います。